ブライアン・ケンドリック、ブライアン・ケンドリック、ブライアン・ケンドリック、1979年5月29日帯は、アメリカ合衆国のプロレスラー。バージニア州フェアファックス出身。ショーン・マイケルズが主催した TWA、テクサス・レスリング・アカデミーの位加盟団体である SWS、サウスウェスト・レスリング・スクールを掛け持ちして、トレーニングを積み、 1999年にスパンキー、スパンキーのリングネームでプロレスラーデビューを果たす。テキサス州を拠点とするインディー団体を中心に転戦し、2000年12月11日には WWF の前座番組であるジャクト、12日にヒートに出場。2日間ともにアメリカンドラゴンと対戦。この試合が評価され2001年2月より、 WWF とディベロップメント契約を交わし、入団。参加団体である、MCW、メンフィスチャンピオンシップレスリング、アップエ、ウルティメイトプロレスリング、ハワ、ハートランドレスリングアソシエーションなど3団体で、活動。WWF の支配下でありながら、インディー団体での活動も許可され、アップエ、オールプロレスリング野郎に参戦。2002年6月。 当時、WWE と提携していた、日本の団体であるゼロワンに参戦し、初来日を果たす。自身が似ていた、映画俳優のレオナルド・ディカプリオからあやかって、レオナルド・スパンキー、レアード・スパンキーの、リングネームで出場。同月29日に、ウィ・インターナショナルジュニアヘビー級王座を保持する、スネリーに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュした。以降、 ゼロンには8月まで、スポット参戦を繰り返した。2002年11月より、WWE に昇格。スマックダウン、所属となり、ハウスショー、前座番組であるベロシティを中心に船木や、シャノン・ムーアとタッグを組んで出場。2003年1月には、ダイヤモンドバック、ダイモンドバック、タイタン、ザ・チタン、ジェット、ザ・ジェッツなどご当地スポーツチームの名称を冠した。 マスクマンで登場。1月30日、スマックダウンにてリング上で、ビッグ、ショートの試合を要求する、ジ・アンダーテイカーに対しポールヘイマンが挑発するために、電報マンとして自転車に乗って登場。リングに上がり試合ができないと歌うと、アンダーテイカーにより、ラストライドを食らわされた。二月六日には、影で動き回っているところを、悪魔の代弁者であるショーオヘアに見つかりそそのかされ、 会場を全裸で走るパフォーマンスをやってのけた。その際、当時スマックダウンの GM であったステファニー・マク・マホンの前にも全裸で現れ、なぜか感心させている。2月27日、スマックダウンにてカーとアングルとの対戦で5分耐えれば、スマックダウンとの契約を獲得できる条件の試合に手を挙げ、アングルの圧倒的なレスリングに、 空中戦で応戦するが試合終了秒前に惜しくも敗戦してしまった。契約を勝ち取れなかったことに対して密かにマスクマンとして出場するもいずれも正体を見破られていたが3月20日より本名名義であるブラ,ブライアン・ケンドリックとして正式にデビューを飾りシャノン・ムーアと対戦して勝利した。5月1日、リング上でマイクパフォーマンスをする。 ジョン・シナにヒップホップギミックのスパンキーとして登場。見事なバトルラップを見せて、シナを挑発し、観客から盛大な声援を送られるが最後にはラリアットを喰らい、回遊を決められた。以降、シナとの構想へと展開するが、消化不良に終わり、中堅のポジションへと降格。9月より、ポール・ロンドンとタッグを組んで活動するが2004年1月に WWE から退団した。 WWE 対談後、2004年2月より、スティーブ・コリノが旗揚げしたゼロワン参戦経験のある、デスヤーたちが集結したワールドマイナス1所属となる。同月に、ゼロワンに参戦し、ローキーと組んで、無意、インターナショナルライトタック王座を保持するディック、統合&、日高カオルジンに挑戦して勝利し、ベルトを奪取した。4月には、天ジュニア、2004に出場するが、 勝ち点4で予選敗退という結果に終わる。5月8日、ハッスルに参戦し、和林と組んで、ローキー高道の区と対戦して勝利。この試合をきっかけに和林とタッグを組んで、01でも出場し、9月19日には、ムイ、インターナショナルライトタッグ王座を保持する、高岩隆一&、石井智弘と対戦して勝利し、2度目の大冠となった。 11月2日、ティネに参戦。インパクト、ニテカザリアン、マットサイダル、アメージング、レッドと4コーナーズマッチを行い勝利。同月7日の PPV、ビクトリーロード2004の12人 X ディビジョン、ガントレマッチに出場するが優勝するに至らなかった。ティネ出場後は再び01マックスと、ハッスルに参戦。2005年5月、ノアノ。 リファーカップにカズハヤシと組んで出場するが準決勝で敗退。6月には全日本プロレスのアジアタック王座争奪トーナメントにカズハヤシと出場するもこちらも準決勝敗退した。2005年7月、WWE と再契約を交わして入団。ブライアン・ケンドリックで復帰し、9月よりクルーザー級及び以前の相棒であったポール・ロンドンと、 再びタッグを結成して活動。2006年3月より、WWE タッグ王者チームである、MNM、ジョニー・ナイトロジョーイ・マーキュリーとベルトをめぐって、構想を展開し、5月21日の PPV で、あるジャッジメントデー2006にて、王座戦を行った際に勝利し、ベルトをダッシュした。王者となってからは、デュースドミノ、ドミノ&、デュース、ウィリアム・リーガル&、 デーブ・テイラーと三つどもえ戦に発展。2007年4月17日にデュースドミノからベルトをダッシュするまで約1年間長期防衛した。2007年6月よりロンドンと共にドラフトで RAW に移籍。ケイドマードック、ランスケイドトレバー・マードック、ワールド・グレテストタッグチーム、シェルトン・ベンジャミンチャーリー・ハースト、 WWE 世界タッグ王座をめぐって構想。9月5日のハウスショーであるサマースラムツアー2007にて、ケイドマードックからベルトをダッシュしたものの、わずか3日間で奪い返されてしまった。2008年6月、ロンドンがドラフトにてスマックダウンに移籍したためタッグチームは自然消滅。7月よりリングネームを定冠しであるザを付属した字、ブライアン・ケンドリック。 ティーボーリアン・ケンドリックへと変更。白や赤などの派手なライダースジャケットに身を包み、エゼキエル・ジャクソンをボディーガードに従いヒールに転向した。ヒールターン後、自身をスマックダウンの未来と交互するが、対戦相手に一撃を決めた後で、挑発的なダンスを踊ったり、危険時を感じるとエゼキエルの後ろに隠れ込んで相手を挑発するなど、軟弱系エゴイストヒールとして活動。 9月7日の PPV アンファーギブン2008では WWE 王座争奪スクランブルマッチに出場しスマックダウンでは WWE タッグ王座を保持するカリーとアンドプリモに挑戦したがいずれもタイトル獲得には至らなかった2009年4月ドラフトにより RAW へと移籍相棒のエゼキエルは ECW に移籍したためにタッグチームは 自然消滅となる。RAW 移籍後は再びカリートプリモに執着し、タックパートナーを変更しながら、WWE 統一タッグオーザダッシュを狙うが手に入れることができず、7月27日にコフィキングストンと対戦したのを最後に、WWE から解雇となった。WWE 解雇後、PWG とドラゴンゲート USA に転戦。 2010年1月17日、ティネの PPV であるジェネシス2010に出場。ティネ X ディビジョン王座を保持するアメージングレッドに挑戦するが敗戦。以降、ティネに参戦するが4月7日に正式に契約を結んで所属レスラーとなる。9月より入場で着用するフードコート、コスチューム、リングブーツなどすべて白に統一した賢人ギミックへと変更。そして、 ECW、オリジナルメンバーが結成した EV2.0、エクストリーム、バージョン2.0に加入し、ビッグフレアー率いるフォーチュンと構想を展開した。2011年 EV2.0 消滅後は、シングルプレイヤーとして、ティネ X ディビジョン王座戦線で活動。6月、新日本プロレスに参戦。カオスのメンバーとして21日の J スポーツクラウン。 無差別級6人タック島民とにゲドー、下道邪道と組んで出場。1回戦で、棚橋博士マスカラドラダクシダと、対戦するが敗戦し、予選敗退した。ティネでは7月10日の PPV であるデステンション、X2011 にてティネ X ディビジョン王座を、保持するアビスに勝利して、ベルトをダッシュした。王座退官後、オースチンエリーズや、 キットキャッシュとベルトをめぐり構想。10月16日、ティネ年間最大の PPV である、バウンドフォーグローリー2 0 1 1にてティネ X、ディビジョン王座を保持するオースチンエリーズに挑戦するも、敗戦。以降、出場機会を失い2012年2月27日に、ティネから、解雇となった。ティネ解雇後、3月より、フウェイ、ファミリーレスリングエンターテインメントや愛は、 アブソリュートインテンスレスリングに参戦。5月より新日本プロレースにて開催されたベスト・オブ・ザ・スパージア、ジックスにデイビー・リチャーズが負傷欠場したために代替選手として出場。B ブロックにエントリーして勝ち点10と検討。決勝トーナメントに出場する際に田口隆介と同点2位だったために直接対決をうが敗戦し予選敗退となった。10月6日。 トミードリーマーが旗揚げした、ホー・ハウス・オブ・ハード・コーに参戦。ロンドンと WWE 以来となるタッグを再結成し、ヤング・バックスに勝利した。同月21日には新日本プロレスにて、ローキーとタッグを組んで、スーパージュニア、タグトーナメント2012に出場するが1回戦で、アパロ55、プリンス・デビット&、田口隆介と対戦して敗戦した。 2013年5月、新日本プロレスのベストオブザ・スーパージュニア、21に出場。B ブロックで勝ち点8まで稼ぐが、予選脱落となった。10月26日のスーパージュニア、タグトーナメント2013では、バレッタと組んで出場するも1回戦で、ヤングバックスと対戦して敗戦した。2014年には活動の拠点をヨーロッパへと移し、 ロンドンとフーリーガンズ、ザ・フーリーガンズなる、タッグチームを結成して活動。2015年2月13日、WWE 参加の NXT に、ジ・ブライアン・ケンドリックとして参戦。フィン・ベイラーと対戦するが敗戦した。同月よりロースターとして活動。しかし、ベイラーとの対戦後は、登場機会がないまま WWE 公式サイトのロースターページから消え、 エヴァマリーのトレーナーとして活動。2016年7月、WWE が主催する CWC に出場。1回戦では、ラウル・メンドーサに勝利。2回戦は、トニー・ニースに勝利した。3回戦は、イーブ・シ・コータと対戦したが、敗退した。10月30日、ヘルイン・ ASL2016 にて、WWE クルーザー級王座を保持する。 tj パーキンスに挑戦。終盤にヒールホールドを極められた際にダメージを蓄積。事件ドリックを決めようとするも足を痛める素振りを見せて、パーキンスの繊維を喪失させて近づいてきたところに、プランメーカーを見舞うと、キャプテンフックを決めて、ギブアップを奪い勝利。ベルトをダッシュした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。